キラフェスをご覧の皆さん、学識サロンのマーと申します。YouTube で書籍紹介をしております。YouTube で本を紹介する理由は、自分が学びたいコンテンツに出会いたいと思ったからです。最初は自分が読んでものすごく感動して、なおかつ実践でやってみて効果があったことを最初はピックアップしてやってました。正直ネタが尽きてくるっていう部分があって、そうなってきた後はやっぱり学びが自分の中で5つあるやつを紹介しようって決めています。僕の動画の場合って5つの中からだいたい3つをピックアップしてそれを紹介してるんですけど、読んでみた人が僕と同じように学ぶとは限らないと思ってるんですよ。だから僕が紹介して YouTube で例えば3つのうち2つだけ感動した人が読んだり、1つだけ感動した人が読むことはあると思うんですけど、それと同時に多分読んで僕がピックアップしてないところにすごく感銘を受けて、この本良かったなって思ってくれる人がいると思って僕はやってます。だからコメント欄にも、なんでこの本のここをやんないのっていうコメントがついた時はすごく僕も嬉しくて、僕とは違うところでこの本の魅力に気づいている人がいるんだなってところはすごくいいなって思ってます。この本は僕の中でトップ3に入るぐらい好きな本で、だからもう最初からやろうと思ってはいたんですよ。ただやる上で、始めた時ってまだシナリオの構成とか音の入れ方とか編集の仕方とかわからないじゃないですか。だから最初にやるのは絶対もったいないなと思って、そこで結構運営して1年ぐらい経ってからこの嫌われる勇気を配信したんですよ。なんか反応としてはやっぱコメントで、例えば課題の分離ってこういうことだったんだみたいな、原因論じゃなくて目的論ってこういうことだったんだっていう意見が多くて、意外とあんだけ売れててものすごく分かりやすい本なのに違った捉え方をしている人がいて、そういった人が、この本ってこんな意味だったんだねって分かるきっかけになったのがすごい良かったかなって思ってますね。それが一番の反響だったかな。だからやって良かったなと思いますね。馬を水辺に連れていくことはできても水を飲ますことはできないですね。これは課題の分離のとこで出てくる言葉なんですけど、僕ももともと例えば上司に好かれたいとか、なんかこの人にはこう動いてほしいとか、特にマネジメントのとこで思っていたことがあって、だからこそ、新入社員の時も自分がこう上司へ好かれるために、その飲み会の席でも気を使ったりとか、仕事も先輩の分までやってあげたりとか、すごく気を使って出世するためのスキルを全力で使ってたんですよ。でその結果、なかなか別にやっぱ企業が大きいほど出世ってできなくて、で悩むことって多くて、なんだろうなこれって思ってた時期があったんですね。でそんな時にこの本を読んで、この言葉を聞いて、自分馬じゃないですけど、確かにその連れていくことはできても、そこから飲むかどうかはその人次第だって思ったんですよ。だから僕はその自分の課題じゃなくて他人の課題で悩んでて、それで苦しんでたんだって気づいたんですよ。だからなんか上司に好かれようって思うよりも、会社の利益を上げようとか、もう自分がやるべき課題に集中した方が結果出るんじゃないかなって思って、ある意味他のことを全く考えなくなったんですね。そしたら逆に利益が出て評価上がったんですよ。だからその僕は無駄なことで悩んでて、そこら辺を気にしない方が結果として仕事に成果が出て上司からの評価も上がるっていうことを味わった時に、この言葉ってすごいんだなって感じましたね。私の動画は原因論と目的論、課題の分離、承認欲求ではなく他者貢献という、私の人生を変えた3つのテーマに絞って作っているので、ぜひご覧ください。